こんにちは、藤光郎です。僕は今日、沖縄県前田岬の近くにあるゆりさんのクレンズスタジオに来ていますよ。海がとても近く、素敵なスタジオです。ちょっと行ってみようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆりさんです。ちょっと景色撮っていいですか？はい。晴れています。ゆりさんがやってることは、まあ、クレンズ、体のクレンズと、まあ、精神的なものもクレンズ、デトックスできると思うんですけども、最初まずその人に合った、その人の性質、ピットとかなんか、アーユルヴェーダー、アーユルヴェーダーに基づいたその人の、あ、何見てるんですか？本質のようなものを見てる。あ、じゃあどのくらい、要するに今こういう断食とかプレスができるのか、その日の要素がすごい偏ってる方は、うん、例えばもう使い道しちゃいけないとか、なるほど、風の要素とか土の要素とかで、はい、それぞれの体に合ったメニューをまず取るためにカウンセリングを最初1日、そうですね、1時間ほどやって、でその後にちょっとうるま市にある家新球技館で、はい、体をどの食材使えるかっていうオーリングテストをして、これ前回僕が来た時はそれなかったんですけど、僕がお願いして入れてくれて、はい、ね、せっかくやるんだったらもう全部いいものでやりたいっていうことで、うん、その入江の入江春休院のオーリングテストを僕すごい信頼してますので、うん、この体の電子の細胞がどこも嫌がらないような食材を使って、うん、はい、ジュースクレンズ、またハーブ、ハーブティーと、あとは空腹をしのぐための動物性飼料のスムージー、そうスムージーもだし、はい、スープもだし、はい、そうか、ビーガン大丈夫です。ビーガン、だってほとんどもう有機栽培、自然栽培、さらに種にまでこだわっている野菜と果物を使っています。ジュースクレンズって言葉が結構市民権得てるんでしょうね。わかるね、その違いは。で、ヨガしたりとか、筋肉を使ったりとか、あとランニングしたりとか、で、見てみてください。ここからこのめちゃくちゃすぐ近くに海があるんですけども、そこまで行ってちょっと泳いだりとかして、ちょっと今からじゃランニングに行ってきます。ということで、僕今ランニングが終わったんですけど、ゆりさんのスタジオ、クレンズスタジオ、これで白いやつで、そこから海がものすごい近いので、ビーチでですね、贅沢にも泳げるんです。じゃあゆりさんお願いします。はい、お願いします。徒歩1分ぐらいのとこにあるプライベートビーチでございます。
していきます、はいはい、で、お腹、はい、次の後ろ、はい、ベンチ、今から冷たい水に入るよっていうのを体に知らせてもらってからやってみます。で、入ったら海の中でワカメ、海の中でワカメみたいに溜まった乳酸を散らしてもらいたい。溜まった乳酸を散らすんですね。そうです。なんで、ワキ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 で、鼻のあれは鼻の上は、はい、まず、まあ、耳と鼻が通常の方の場合、はい、でちっちゃな紙コップにですね、はい、海水を汲んでもらって、うん、息を止めて、止めたまま首を傾けて、そうすると勝手にこっち側から出てきます。うん、出てきたら、首を元に戻して、あの勢いがふーんじゃなくて、柔らかく。うん、そうですね、この鼻の中の粘膜に海水を浸透させる。鼻の中の粘膜に海水を、うん、はい、浸透させる。なんか体中の不純物が一気にここから出てくるっていう。そうですね、はい、あのこれもまたアイルベーダーなんです。これもアイルベーダー。そうですね、はい、鼻をうがいもしながら僕じゃあ行ってきます。これ、はい、急に行ったらダメなんだもんね。はい、ゆっくり体に。そうですね、両鼻で、はい、おかえりなさい。海水浴が終わった後、今3月の冬ですので、ちょっと体が冷えるということで、ゆりさんのスタジオに行ったら、あのもうお風呂、あったかい湯船にお風呂を張ってくれてる。何が、塩とお酒。そうですね、純米酒と塩、塩が入ってもまさにデトックスできるお風呂があるので、ちょっと浸かりに行きます。今のは太陽礼拝2、はい、意識は常に眉間で吸いながら両手を上に上げていきます。上げたいところまで上げたら息を吐きながら吸い切ったら吐きます。手と手を合わせて親指を見たら息を吐きながら吸わせて気を付けて、その同時に血の流れを意識していきましょう。指先、腕などが温かくなっているのを感じていきます。3、首の力を抜きます。2、最後、1呼吸。息すべて吐き切ったら、右足と左足、手と手の間を歩かせて。ゆりさん、ジュースクレンズとハーブとスープ、ちょっと説明してください。今日はどんなものを。はい、ちょっと今日はですね、はい、昨日に引き続きなんですけども、このヘラクレス、はい、とじゃがいも、味噌、玉ねぎ、オリーブオイル で、コカ・コーラはこういう感じでタンパク質、ビタミン、ミネラルと、これはすごいね、ゆうさん一人一人に合ったあれだもんね、はい、ちゃんとね。あ、そうです、ね、どんなのが入ってるんですか、これ。これもですね、これのタイトルは何？ヘラクレスっていう、あの神の、神話の、なるほどね、神様の、ちょっとストロングな男性。皆さん、この処方箋は、ゆりさんがこう神がかり的な状態になってですね、こうすごいね、ブレンドがねすごいもんね、いつも思うけど、ちょっと何かが足りなくても美味しくないし、ちょっと何かが足りすぎても美味しくない中、完璧な調合だよね、いつも思うけど。いえいえ、そしてこれ一つ一つ食材、僕の体に合うかどうかをオーリングでちゃんと新反射の反応を見て、僕に使っていい食材だけ。スープがこのサイズであります。こちらはですね、はい、あのホルス。ホルス。ホルスはエジプトの神様なんで
はい、こちらもですね、栄養価たっぷりの、まあ、春なんで、はい、デトックスしながら栄養も入れていくという、クレンズ中に足りない栄養素を補給し鉄分を与え、へえ、すごい、何十種類、何百種類って取れますな、これ何十種類。でもクレソンはちょっとシーズン的にとってもレアなアイテムなので、はい、今回、なかなかこの神話の神がつくタイトルのジュース出すことも少ないんですけどね。ラッキーだ、ね、素晴らしい、はい、でですね、はいはい、甘いもの、はい、しょっぱいものと甘いものを、はい、組み合わせることで、はい、できるだけ空腹を感じないようにしてるんですけど、こういった形で、はい、お腹が空きそう、心配という方は、はい、ビーガンヨーグルト、はい、はい、TGG、はい、TGG と、あとはその品種改良されてない原種のフルーツ、わあすごい、はい、品種改良もされてない、すごいナチュラルなフルーツ、はい、あ、全部一応お野菜フルーツは品種改良されてないものだけで、ね、できる限り、まあ、有機または自然栽培にこだわった野菜、ね、果物を使っています。でこちらが、もう少しサラッとしたものを好まれる方に対してはこういったコールドプレスジュースで作りすることもあります、はいはい、であとはこれにですね、はい、ハーブティーが3種類ほど入れてます、はい、ハーブティーはちょっと見なさなくないので、はい、終わりました。これと同じサイズのハーブティーが1、うん、2、2種類と、はい、あとは、体を温めるための穀物コーヒー、うん、コーヒーじゃないですけど、はい、美味しかったです。これがこれプラス3本のハーブティー、これで1日過ごしていただく、はい、その残りは何でしょうか。これは残りいっぱいますね。はい、これが通常のクレンズメニューです。なるほど。で次はですね、もう明日から回復期の、あ、回復のやつが、そうですね、回復食、はい、回復食はですね、お、僕今日3日間終えました。終えて明日から回復食なんです。回復食も出していただきます。あ、かわいい、かぼちゃの暖炉、これでもゆりさんが作ったタイトルつけた、そうですね、ありがとうね大根、いいねありがとうね大根、こちらですね、重いも名前つけるわけでもね、はい、重いはもう重いでいいかな重いだもんね、ありがとうね大根、はい、でありがとうね大根はですね、はい、同じタイトルで、 ありがとうね大根なわけね、はい、ありがとうね大根、はいはい、ありがとうね大根だと思う、はい、あ、はい、ありがとうね大根、はい、大根へのね、ありがとう、はい、そうなんですよね。味噌味と梅味があります、で、コカ・コーナーももちろん後ろに書いてあるんですけども、はい、ビタミン C をがたっぷり溶け込んだそうなんですけれども、まあ、いわゆるこの免疫力を高めながら、うん、精神を穏やかに整えて、お酒が最後で最後のロックを集める、いわゆるこの最後の仕上げのための、うん、まあ、大根スープという形になってます。で、あとはスープがもう一本出てます。今回はですね、はい、品種改良されてないかぼちゃ、ちょっととても貴重なものが、とても貴重だね、本当に、たまたま手に入ったので、こちらをちょっと使っています。ナチュラルなかぼちゃを使った、これが、お粥ですね、はい、お粥よりももっと水分を含んでいるので、はい、とても軽めな、すごい、並ぶ月前に塩麹も入ってるんだ。そうですね、塩麹もオーリングやった、はい、やってますね、塩麹やる、これはもう大体誰でもいいから、もう持ってきます。あー、へえ、これのくらいの量を今日はもらってて全然お腹空かないです。ナイスクレンズです。クレンズ大事なのは血糖値を何でしたっけ、下げないこと、上げないこと、何だったっけ、上げすぎない、下げすぎない、下げすぎない、うん、いわゆる空腹にはしないように、そうですね、ちょっと 脳を、まあ、うん、あんまりいい言い方じゃないかもしれないけど、ちょっと騙しながら、騙しながら、脳を騙しながら、そうだよね、そうですね、あとは体を大事にしてあげながら、うん、結構断食って苦しいとか、うん、お腹空いて我慢するイメージがあるんですけど、うん、そうですね、このフレーズはもうお腹も嬉しいし、うん、いやー、素晴らしい、素晴らしいクレンズを今日も。